Fellow attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. フットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。この時間はベガルタ仙台対リファーレン長崎。シュート、笠原のセーブ。キーパー、これよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたよね。ファインセーブを見せました。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。仙台、危ないシーンでしたがクリアの対応。ボールは太陽、うまいインターセプトを見せます。桑崎、ここからカウンター早いでしょ。秋野から澤田、仙台はここクリアで難を逃れます。桑崎、パスでつないで攻め込んでいきます。アップオフサイドですか。カマビンガ、アントニオ・リュディガー、トナーリ、中田へ、ここはカットします。あ、これファール取らないですか、レフェリー。スペースへ抜けてくる、この位置で受ける。トナーリ、前半13分です。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですので、じっくりいってほしいですよね。中田、フリーで受けた、上がっていけて、いい不正だ。すごい反応を見せました。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。相手の速いカウンター、これを何とかしのぎました。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。アンドリュー・ロバートソン、長崎は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。クリスティアーノ、さあカウンターを仕掛けます。これは合いません。ここでファールがありました。
長崎はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね、はい、そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりシュート、これはクロスバーのわずかに上、シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。堅い守備を見せます。仙台ボール、このパスがつながります。アントニオ・リュディガー、この辺のプレッシャー早いですよね。巧みなフェイント、メッシ狙えるか、シュート、キーパー止めた。桑崎、エジガルジュニオへ、ボールの学校のパス抜けた、シュート、いやー先制、長崎。さあこの得点いかがでしょう。いや、いいシュートでしたよね。やっぱりああいったグランダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。サマル、こぼれた。仙台カウンターを仕掛けます。ハリー・ケインへ、ここはすぐ奪い返します。さあ一気にカウンター、厳しくチェックします。抜ければチャンス、スルーパスを狙う、インターセプト、カウンターですよ。トナーリ、ここでフェイント、スルーパスを出す、流れを止めます。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、飛び出した。おっと、 There will be one minute at a time. 仙台ボール、このパスを受けてレフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0、長崎先制してそのままリードで折り返しました。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。ベガルタ仙台対ヴィファーレン長崎、長崎がまずは1点先制して後半へと向かいます。後半参りましょう。長崎 1-0 リードです。サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。ワンビサカ、ドナーリ、このボールはベンゼマへ。さあ中田、フェイントを入れましたが抜けません。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。からアーチのようなパス、アンドリュー・ロバートソン、中田へ、このボールをインターセプト、澤田、奥井、
桑崎、堅い守備を見せます。中田、隣、太陽、うまいインターセプトを見せます。長崎、カウンターを仕掛けていきます。ロングボールで展開、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。パスを出したんですが追いつけませんでした。仙台としては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してダメなショットを抑えてるんですね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると。エジガルジュニア、ここはディフェンスの対応。さあフリーだ、サイドへのフィード、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。ワンビサカからのロングフィード、このボールに触ります。自分で行くメッシ、いい展開ですね。うわっ、取らないですね。仙台としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。そうですね、流れをつかみたいところです。クリスティアーノ、スピードアップしたいですよ。ここは米田、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としてはリードはしてますけども、気持ち的にはほとんど差はないと思いますね。攻守のバランスに非常に気を使う難しい状況だと思いますよ。両チーム同じタイミングで動いてきます。ナンバー18ハリー・ケイン、ナンバー8ドナーリ、長崎が交代の枠はまだ2つ残しています。ドナーリ、アキノ、ここはカットします。ここはつながりません。サブスティチューションインプログレス、加藤、エジガルジュニア、さあつながるか、これはどうだ、打つか、抜けてくる、クロスを上げる、これはクリア。さあ右へ預けて、もう一度上げる。仙台はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあカウンターのチャンスになります。狙った、ここはカットします。ソン・フンミン、響き、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。
ボールはクリア。スペースを使う。ワンビサカ。カマビンガ。長崎はこの1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理をしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。ソン・フンミンへ。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。バラン、ロングボールを縦に送る。今日はタイムエンドのホイッスルまで北澤さん耐え切りたいでしょうね。そうですね。自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。ここで笛です。1対0。素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。前半のゴールがそのまま決勝点。さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。いや、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が見事に突破を決めています。
Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.イングランドリーグ本日のゲームはイースコモンスタジアムで行われます。この時間はサウサンプトン対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。イングランドリーグサウサンプトン対ビファーレン長崎、サウサンプトンこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。そうなんですね、サイドバックの上がり方ですね。この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、スピードやクロスの精度、そして何よりも運動量が求められるポジションですよね、おそらくチーム内でも走行距離は一番多いんじゃないでしょうかね、はい、行きますよ、まだ行きますよ。ちょっとボール持ちすぎな場面もありますよね。ここはつながりません。ウォードプラウズ、さあこの序盤両チームともまだシュートはありません。クリセフスキ、裏を狙う、絶好の位置、ミカエル・アントニオから富安、ジョルジーニュからクルセフスキ、裏のスペースを狙う、さあ一気にカウンター、ファティ、両チームとも立ち上がり様子を伺っているようですけども、どっちが先に仕掛けるかですね。カウンターですよ。浮き球で展開、これは合いません。アラバ、ジョルジーニョ、素早いパスで攻め上がっていきます。デドモンド、長崎はポゼッションサッカーを得意としているようですが、どのあたりポイントになってくるんでしょうか？そうですね、攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時の一瞬の呼び出しには注目。シュート、先制、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう？いやー、パスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね。ディフェンダーとしてはちょっと対応の難しいゴールでしたね。先制ゴールを決めました。1対0。
これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。ジョルジーニョ、さあこのセカンドボール、取らないですか、レフリー。ここはカットします。ベドナレク、ピーターズ、ピーターズからアーチのようなパス、吉田、ここはカットします。バラン、アラバへ、ジョルジーニョ、ミカイル・アントニオ、裏へ届くか、ボールはクリア。さあミカイル・アントニオ、シュート、きた、取って、長崎。北澤さん、これ早かったですね。いや、これでまた試合の流れが変わりますよね。一気にリードしたいとこですよね。空いたスペースを見逃さず決定機をものにしました。いや、パスのもらい方も良かったですし、ポジショニングもいいとこにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。いや、これよく取り返しましたよね、はい、取り返すだけのメンタルの強さもありますし、これは大きな1点になりますよね。そうですね。ピーターズ、レドモンド、オリオル・ロメウ、富安、ここは読んでいました。ファティ、クリスティアーノ・ロナウド、クリア。このピンチをなんとか出します。ここは対応します。ジョルジーニュからミカイル・アントニオ、奪います。ファティからミカイル・アントニオ、エドモンド、オリオル・ロメウ。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さて北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。長崎としては失点しても自分たちのペースを崩しませんでしたね。そして前半のうちにしっかり取り返すことができた、この後の展開に絡めてますよね。イングランドリーグ、サウサンプトン対ビファーレン長崎、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ボードプラウズ、クリスティアーノ・ロナウド、スペースを使う、抜けてくる、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、ボール向かってきますよ、こぼれた、これはいいディフェンス、取らないですね。ベドナレク、うわ、展開早くなってきましたね。ここはつながりません。ブスケツ、もう一つ前に行きたい。クルセフスキからミカイル・アントニオ、アームストロング、さあここでカウンター、ボードプラウズ、アダムス、これは届くか、来た、
これはシュート！フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。何が起こるか分からないので、こういった決定的なシーンを決めていくということは大事になりますよね。縦へのボール、ファティ、ファティからアラバ、スルーパスを狙う、このパスが抜ける、このボールはミカエル・アントニオ、インターセプト、デドモンド今日ワンアシストです。モハメド・サリス、後半に入りそろそろ15分というところ、ベドナレク、これは合いません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ピーターズ、高い位置から積極的にアプローチいってますよね。ここはつながりません。来たぞ、ボールは絶好の位置で受ける、シュート、いや高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。長崎がメンバーチェンジをします。同時に2人の選手が入れ替わります。Substitutions taking place.ピーターズからのロングフィード、ブスケツ、うまいインターセプトを見せます。さあカウンターのチャンスになります。裏を狙っていきます。これはどうだ、これはチャンス、シュート、来た、勝ち越し、長崎ゲームをひっくり返します。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。マイボールにしてから早かったですよね。動き出しのタイミングもバッチリで、選手同士が連動したいいカウンターでしたね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ長崎、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。いや、素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。さあ繋がるか、これはいいプレー。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。危ない、どうだ、シュート、決まった、追加点、長崎突き放します。いやー、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。クリスティアーノ・ロナウド、
クリスティアノ・ロナウド今日2点目です。さあ長崎リードを2点に広げてリスタート。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。スルーパスを出す。クリアです。ジョルジーニョ、自分で行く。あーこれファール、取らないですかレフリー。ウォードプラウズ、レドモンド、ここ来ましたよ。ピーターズ、さあこの時間帯でセットプレーのチャンスです。サブスティチューション、長崎が最後の交代枠を使います。クリスティアーノ・ロナウド裏へのスルーパス。There will be 3 minutes at a time. ロナウド、ロナウド打った、ゲット、長崎、クリスティアーノ・ロナウド、これで本日3ゴール。さすが結果を出してきます。クリスティアーノ・ロナウドドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけど、ゴールの確率は高まりますよね。まあそうは言っても簡単にできるプレーじゃないですよね。素晴らしいゴールでした。素晴らしいハットトリックです。クリスティアーノ・ロナウド、さあ長崎3点リード。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。そしてここで最後の笛、4対1、長崎結果として見事逆転で勝利を収めました。クリスティアーノ・ロナウドこのゲーム見事ハットトリック達成です。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。イングランドリーグ、長崎が見事逆転勝利。
Thank you.